はい、皆さんこんにちは、国どこないんです。こうして皆さんとお会いできたことに感謝いたします。行ってきましたよ、府中暗闇祭り。残念ながらね、呼び物の太鼓やみこしはほぼ全て中止となってしまったんですが、人手は想像以上に繰り出してましたね。見てください、この混雑ぶり。みんな久しぶりにお祭りの雰囲気を楽しみたかったんでしょうね。現場にいても人々のウキウキした空気感が伝わってきましたよね。親方と姉さんのフランク屋台は明日まで営業してますので、行ける方はぜひご来店ください。ということで、その府中暗闇祭り最新映像とともに、今月の七色香り本舗さんの出店情報をご案内いたします。場所はすべて川崎大師です。日曜は境内で、土曜日は第三門の近くに移動します。動画のマップを参考にしてください。営業時間、日曜日は9時頃から16時頃まで、土曜日は9時頃から15時30分頃まで。スタッフは前日親方です。営業日は5月の7、8、14、15、21、22、28、29日の土日となります。出店日をカレンダーにしてみたので、よかったらスクショして保存してください。以上が七色香り本舗さんの出店予定です。また他に出店情報が決まりましたら、このチャンネルで告知しますので、チャンネル登録がお済みでない方はポチッとお願いいたします。雨天などで中止の際は、この動画のコメント欄に親方が書き込んでくれますので、チェックしてください。また親方のツイッターでも出店情報と中止情報両方とも確認できますので、ぜひフォローしてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、大コラが基本なんですけど。あ、そうなんですか。ミンスペは、でも好みで中辛でもできるし。あ、そうなんですね。小辛でも激辛でも大丈夫。それは普通のやつだ。普通のに俺のニンニクスペシャルは大辛が基本。あ、結構辛いですか。いや、そんな辛くない。そんなに辛くない。じゃあ大辛で。じゃあ普通のニンニクスペシャルと、はい、国とこスペなんとかスペシャルと、あと何なんとか。あと中辛で、普通の中辛でね、はい。じゃあなんとかスペシャルからね。さあ、ゆず入り。さあ、まずはこちらね、四国讃岐の名産物、八つ草の木一本、鷹の爪の純物の辛いところから、さあ、尊い薬剤のみかん、こちら陳皮、その香り味わいましょう。これにごま、さあ、山椒を抜かします。これ朝のみから生の唐辛子をごまの油で焼きました。善光寺さんの名産物。さあ、焼いた焼き唐辛子が入ります。これね、焼いた焼き唐辛子が多めに入ります。さあ、その香り味わいましょう。これ江戸松葉型海苔の香りから特製、これにごまの香り。さあ、これに柚子の味、香りを加えましょう。作り置き詰め合わせているものはございません。お客様に合わせて完全調合中でございます。柚子ね、たっぷり入った。さあ、さらにね、もう一杯ね、辛いの負けだ。これはなんとかスペシャル、ね、国底スペシャル、国底スペシャルだって。朝晩の味噌汁、おしんこ、鍋物、煮物、からうどん、おそば、まあ、あらゆるこちら季節のお料理物用として美味しく召し上がれます。まあ、七味唐辛子は風味から香り、香りからまた風味で味わいましょう。秘伝の香り、江戸の香りから薬用七色でございます。まあ、甘い辛いはいかようにでも調合いたします。まあ、自家製造から製造中食前、まあ、サンドサンドの食卓の友でございますね。じゃあ、お後ニンニクスペシャルでいきましょうね、はい、さあ、風味と香りで味わいましょうね。さあ、ニンニクスペシャル、こちらもね、四国讃岐の名産物、八つ草の木一本、鷹の爪の純物の辛いところから、尊い薬剤のみかん、これまた金その香り味わいましょう。これにごま、さあ、山椒抜かして、これ朝の実が入ります。生の唐辛子をごまの油で焼きました。長野善光寺さんの名産物、焼いた焼き唐辛子が入ります。さあ、このね、磯の香りから江戸松葉が、これにごまの香り。さあ、これにニンニクの味、香りを加えていきましょう。さあ、作り置きね、詰め合わせているものは一切ございません。お客様に合わせて完全調合中でございます。さあ、風味香りで味わってくださいね。まあ、自家製造直売でございます。もう一回ね、辛いの負けだ。さあ、ね、焼けくそ入った、ね、朝晩の味噌汁からお進行、鍋物、煮物からうどん、おそば、まあ、あらゆるこちら季節のお料理物用として美味しく召し上がります。さあ、七味唐辛子は風味と香りから、香りからまた需要、薬用、七色でございますね。サンドサンドの食卓の友でございますね。自家製造から製造中直売、300年の伝統、秘伝の香りから。ニンニクスペシャルは、これニンニクの あのあれに、わかりました、SP って書いてあるから、わかりました、ありがとうございます。
じゃあ、わと最後、中辛でよろしいでしょうか。はい、中辛。はい、じゃあ、香りの良いところね、中辛。さあ、せっかくですから混ぜましょうね。各地の名産物、秘伝の香りに習える中辛。さあ、徳川山脈という4年の伝統、秘伝の香りでございますね。甘い辛いはお好みで調合いたします。さあ、風味一番から中辛。さあ、まずはこちら、四国讃岐の名産物からいきます。八つ草のこちら、キープと。辛口のナンバーワン。鷹の爪のこちら、純物に紀州からはこれありだ。新物のみかん。この尊い薬剤のみかんからこちら、学名は陳皮と呼ばれております。こちらおみかんの皮を粉末にしたもの。またその香りを味わいましょう。江戸は東京からです。松葉園から松葉の湯。また金ごま銀ごま黒ごま白ごまと数あるこちら4つの中から、埼玉県からは武州川越の名産物、こちら白ごまのすりごま。また香りといえばナンバーワンとなっております。こちらが東海道朝倉山の本山椒の粉山椒が入ります。また噛んで香ばしいのが野州、栃木の名産物から日光名産物、これ朝の実に。最後こちら生の唐辛子、これをごまの油で焼きました信州。長野県からは善光寺さんの名産物、焼いた焼き唐辛子から七色からのこちらお目通り七味唐辛子七色となっております。7種類混ぜて七味唐辛子になります。さあ、これも各地の名産物から名産品十二分に混ぜて出来上がりました品物。こちらが一般ご家庭大衆向け用の辛さが中辛になります。こちらも江戸時代、徳川三代将軍江戸光公のご時世に誕生し、また明治から大正昭和平成この令和に至るまで、風味一番からは需要薬用となっております。七色七味唐辛子、お客様に合わせて完全調合いたします。風味香りで味わいましょう。秘伝の香りから自家製の特売となっております。さあ、これもね、ただいま混ぜられましたのが一番ご家庭大衆向け用の方が中辛。江戸名産物、江戸の香りで味わいましょう。七色中辛、さらに香りを加えます。磯の香りを味わいましょう。江戸松葉型、海苔の香りから特製、これにごまの香り。さあ、うちの七味唐辛子、この山椒の香りが余計に入ります。風味一番から。さあ、これ中辛にはまず一杯シングル。取ったお兄さんの気持ちが入って、これねダブルでいきましょう。ダブルのサービスね。さあ、最後ね、これ私の気持ちです。さあ、香りのいい中辛。さあ、甘い辛いはいかようにも調合いたします。まあ、三度三度の食卓の友でございます。風味とね、香りからまた風味で味わいましょう。自家製造から製造直売、まあ、三度三度の食卓の友でございますね。辛さはお好みで調合いたします。美味しくね召し上がってください。はい、保存は冷蔵庫の冷凍室にしまっておいてください、ね。はい、マジでうまいから。いや、もう1年越しぐらいで。あ、本当ですか。やっと買いに来れたんで。はい、よかったですね。めっちゃ楽しみにしてるよ。あ、最高だ。保存冷蔵庫の冷凍室にしまっておいてください、ね。はい、わかりました。みんなあのシール貼ってありますから。はい、ありがとうございます。じゃあ、これあのなんとかスペシャルだけゆず入りなんで。あくまで言わないから。1500円になります。はい、これはね、はい、全部で3500円頂戴します。はい、甘い辛いはいかようにも調合いたします。あとお兄さん、うちの女房 の骨付きフランクも買ってきてます。怒られちゃう、怒られちゃう。じゃあ7000円お返しです。はい、7000円お返しです。さあ、風味香り味わいましょう。すいません、ありがとうございます。どうもお立ち寄りください。どうもありがとうございます。さあ、お後は。どうぞ。あ、すぐで。